前科ゼロ犯売れない芸人20年の刑に処されている懲役太郎じゃない懲役穂積です。懲役太郎のモノマネをしている懲役太郎です。これすごいですよ。サンデージャポン神回でしたという動画です。すごい。これ太田光、爆笑問題の太田光さんの笑いに対する姿勢がすごい出ていた誰のがれ明美さんをいじる回が神回でしたっていうことです。爆笑問題の中撃穂積として頑張りたいと思うぐらい素敵でした。でたらめな人、でたらめな人。あのですね、誰のスタジオに誰のがれ明美さん来てて、その誰のがれさんね、あのアエラドットって朝日新聞出版のあのアエラってあるじゃん。あそこが麻薬ね、あの薬やってるんじゃないかって勝手な疑惑を誰のがれ明美と特定できる情報で流したっつって、めっちゃ誰のがれさん怒って毛髪検査したっていうニュースがあったんですね。これをすごかったのが、サンデージャポンのスタジオで帰ってきた毛髪検査の結果を生発表する、まあ多分さすがにマネージャーが見てると思うんですけど、まあ一応生発表するっていう番組の回で超神回だったんです。それ太田光さんが、お前誰の神、お前つれつれあのじゃあ、罪の逃れ明美さんはつって、いじるのとかも面白かったし、で何がすごかったかっていうと、あの黒川さんの賭け麻雀の事件あったじゃないですか。あれの時に太田さんが相方の爆笑問題の田中さんって、あの人その麻雀大好きなんですけども、賭け麻雀で田中から僕聞いてるんですけどつって、あの賭け麻雀のねあれやってたよなつって、あの基本的に結構賭け麻雀のこといじりまくると、あの田中さん怒る、あの本当に怒るんですよ。俺はやってねえよお前、俺らって結構本気で怒るから、ツッコミなのか本気なのか分かんないけど本気で怒るから、それ面白くて、それが黒川さんが逮捕された、あの逮捕じゃない、その事件になったから本当に怒ってるんですよ、毎週いじるから。しかも誰のがれ明美さん経由でいじるから、すごかったのが、いやこのサンデージャポンっていうのはですね、田中のね麻雀といい、誰のがれさんといい、出所が怪しい人が多いですねしたら、誰のがれさんが、私は大丈夫です、私は大丈夫ですよって、そしたら田中さんが、俺も大丈夫だよそれがなんていうの、本気で言ってるから、ツッコミとかお笑いじゃなくて、もう本気のなんツッコミっていうか笑いになってるんで、これって何かっていうと、太田さんってそれが一番好きなんですよ。要するにあの人ってお笑いっていうのは冗談でもなくて、人間の本当の闇のドロドロした部分とかを笑ったりするものだから、本当に必死で否定することが面白いんですよ、いじるとかじゃなくて。だからその麻雀の話とかは本当に太田さんが楽しくていじってるんですよ、本気で怒る田中が好きだから。これが爆笑問題太田光がやりたい本当のギリギリの狂気みたいな笑いなんですよ。だから本当神回でした。しかもテラスハウス の誹謗中傷に対しても太田さんね、逃げればいいっていうことに対して、いや逃げるとかじゃなくて、人間というものは逃げられないんです。人間を傷つけるのも救うのも、それは同じ場所にあるからなんですっていうのを力説するんですよ。しかもそれでですよ、僕杉村太蔵さん大好きなんですけども、その杉村太蔵さんが、私の時ですよ、料亭の時、あの人国会議員になって、いやー料亭に早く行きたいですねって言って炎上したんですけども、当時ね批判されたんですね、失言で。私の時ですよ、私昔はですよ、私の時はねファックスしかなかったんで、ファックスっていうのはね、苦情来るんですけど、はい、頑張ってもね5分に1回しか来ないんですよ、ファックスって遅いから、ウィーンってファックスって遅いでしょ。こんなコメントしてる杉村太蔵面白すぎるでしょと思って。だからね、私今ねアナログのね文化に頼るのも一個の手かなって思うんですよ、みたいなコメントとか面白すぎる。サンデージャポンでね、これ例えばさ、賭け麻雀の話とかもあるんですけれども、あれもね、例えばですけど、これで警察が動いたりしたらつまんないんですよ、野暮なんですよ。わかんないですよ、田中さんが本当にやってるかちょっと置いとくとして、
これ前ね、気をつけてほしいのが、これ結構本気で警察が動く時があるから怖いんですよ。あの前ね、笑っていいと思ってね、人気お昼番組であったじゃないですか。まあね、まあ、若い人は知らないかもしれないんですけども、笑っていいと思ってお昼の番組の中で、あの浅草キッドってお笑いのねコンビの、水道橋博士が免許、運転免許、面白運転免許作るって趣味があって、わざとムチ打ちになった写真とか怪しい写真をいっぱい撮ってネタとして上げてたんですよ。免許上げてたというか、あのね披露したんですよ、その番組のタモリさんの横で。私こういう免許持ってまして、ネタだからいっぱい作ったんですよ。でもそれって、免許 の偽造じゃないんだけど、嘘ついて作ってるから、そういうのやっちゃいけないんですよ一応。だから警察が動いて書類送検されたんですよ、次の日。そのなんていうの、笑っていいともきっかけで。だからそういうのって、いやもうそれはまあいいじゃんとは言わないけど、かわいそうだなと思って笑いのためにやって、それでまあね、書類送検されて、なんか芸能活動でちょっとしばらく謹慎してたって時期があったんですけども、そういうのもあるから、ちょっと僕ちょっとヒヤヒヤするんだけど、その爆笑問題の田中さんに関しては。で、太田さんのすごいのは、その誰逃れさんと田中さんをいじりつつも、僕もね、裏口入学とかでね、ですけどみたいな感じで、自分も軽装、法廷で争おうとしてるレベルの話を持ってるから、もうなんていうんですかね、面白いんすよ本当に。で、あの人って奥さん、爆笑問題の太田さんって、奥さんがタイタンってね、自分の事務所の社長をやられてるから、頭上がんない部分と、奥さん怖いからって言って奥さんに頭上がらないみたいなのは自分で自虐ネタしてるんですけど、こういう風にあの人って本気のお笑い、もう本気か狂気かわからないっていうのこそがお笑いだっていうところをついてくるっていうのがやってて、だからサンジャポあの人面白いんですよ、本当のニュースを取り上げてるから。そんな感じですね。そんな感じで、誰逃れ明美さんのニュースから、太田さんのいじり神回が生まれたっていうサンデージャポンでした。ズバー。